ドゥ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 パワドゥ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 パワ判決。こんにちは、あつむんじゃです。今日はラクラクモデラーのトランスチームガンをシルバーに塗装して色がついてない未完成の状態を作ろうと思います。いやー、これ残念ながら1枚しかないんですよね。一見このまま1回拭いて終わりに思えるんですけど、そうするとここの肉抜きのとこが塗装されなくなってしまうので、組み立ててから塗装した方が良さそうですね。いや、これほんとめっちゃ簡単なんですよね。まあ、ここにつけて塗装するって手もありますかね。取り外した方が良さそうですね。よし、それじゃあですね、いつものように段ボールにパーツをセットして、スプレーを30秒振って窓を全開にしてマスクをつけます。いきますね。ふぅー、じゃあ、ラムいきますね。はぁ、それじゃあ段ボールの上で乾かしますね。そういえばですね、このトランスチームガンですね、まあ、ちょっと肉抜き問題ありますけど、造形自体はかっこいいんですよね。で、このシールがですね、このシルバーのところですね、これは塗装したらもっと良くなりそうなので、ちょっと一回剥がしますね。なんとか剥がしました。かなり粘着力が強かったです。それじゃあこれをですね、モールドに沿ってダイソーのペイントマーカーで塗っていきますね。塗りました。さすがにですね、ここはシールを切り取って貼りますね。貼りました。いや、なかなかハザードレベルが上がってきましたね。そしたらですね、仕上げにダイソーの粘ペンでここ塗りますね。赤、そして緑、よし、そして黄色は粘ペンがないのでマッキーで塗ります。あれ、でもなんかこれに関してはですね、なんかシール切り取って貼り付けた方がいい気もします。貼りました。さっきより良くなったと思います。あとですね、ちょっとトリガーの方塗りました。これで完成です。そうこうしているうちにですね、こっちの方も乾きました。よし、相変わらずこれ造形は素晴らしいんですけどね、裏がこれなんですよね。肉抜きが半端ないですよね。まあでも、この放火トリンガーの時よりはいいですね。これ放火トリンガーはもう半分ないですからね。このそれよりはまあ、ここは埋まってないだけで、一応ここありますからね。一応2つを並べるとこんな感じです。第2弾のシルバーに塗装したやつを並べるとこんな感じです。本当に輝きが素晴らしいですね。しかしそれにしてもこれサイズがバラバラですよね。本来だったらトランスチーム外にホーガトリンガー相当大きいはずですけどね。あと4コマ忍法刀も本当はもっと大きいはずなんですよね。まあ、そう考えると逆にトランスチームガンが大きめなんでしょうかね。それにしても劇中でのトランスチームガンめっちゃちっちゃいですよね。007とかのスパイ映画とかに出てきそうな小型のハンドガンみたいな感じですもんね。しかしそれにしてもナイトローグ変身の音楽めっちゃかっこいいですよね。しかも最後花火も上がってましたよね。ちなみにラクラクモデラーのトランスチームガンは残念ながら合体するときのジョイントがなさそうなので、スチームブレードと合体できないっぽいんですよね。でもですね、4コマ忍法刀ですね、これちょっとここを外してこんな感じですればですね、ライフルモードっぽくできます。ちょっとかっこいいです。というわけでトランスチームガンをシルバーに塗ってみたでした。最後まで見てくれてありがとうございます。いろんなおもちゃで遊んだ動画を毎日アップしているので、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。